長野方針の胸像、長野方針2月20日から1984年は、日本の内務官僚、実業家、高知県知事。1953年12月25日の奄美、群島本土復帰立役者の一人、鹿児島県大島郡笠利村の助仁氏で、長野孫七の長男として誕生。1918年鹿児島県立二中、1922年、第7高等学校造士官、1925年、京都帝国大学法学部政治学科を卒業。愛知県属を振り出しに、沖縄県、福島県、北海道、東京府各課長、北海道拓殖部長を経て1941年、大西翼山会地方部長に就任。その後は秋田県総務部長兼学務部長、広島県部長、経済部長、道内政部長を経て、1945年10月、高知県知事に就任。1946年1月、九州地方商工局長に転任。しかし大西翼山会時代翼山選挙の担当部長として活躍したことが、あだとなり GHQ の公職追放令に、該当のため政界進出の野望を断念する。以降、実業界に転出。EE の炭鉱をはじめ各種業界の役員を兼務。その間日本経営者団体連盟理事、通商産業合理化審議会委員、選挙制度審議会委員、地方制度調査会委員等に就任。1962年に奄美群島振興審議官、委員。1975年1月奄美群島、振興開発審議会委員として、郷土発展に尽くす。特に終戦後の米軍との処理問題では目覚ましい働きをし、これらの功績に対し1970年4月25日生5位、勲二等瑞宝章を授与。奄美大島誤る岬には、1976年2月11日、全国笠利町出身者によって寄贈された胸像がある。ありがとうございます。